ーなしの状態で吉川尚輝が左のバッターボックスに向かいます。今日最初のバッターボックスになります、ドラフト1位ルーキー吉川尚輝です。まあ、上半身のコンディション不良で、まあ、3軍での調整を余儀なくされていましたけれども、昨日の開幕戦もフル出場しました。初球から打って、これはファーストの正面です。ファーストゴロ、吉川尚輝の最初の打席はファーストゴロ。そしてツーアウトランナー一塁となって、吉川尚輝の第2打席です。まあ、第1打席は初球を打ってファーストゴロになりましたけれども、この第2打席はちょっと見てみたいですね。そうですね、同じ、まあ、今日はセカンドですが、プロに入って同じ篠塚さんと同じセカンドを守って、そして左バッターでもあります。今日はショートに入って、まあ、何度かその守備機会というのはあります。ただバッティングでは第1打席に初球を打ってファーストゴロ。昨日の開幕戦は3打数ノーヒットでしたこの吉川です。初球打って右中間ライトの前に落ちています。片岡は3塁に向かってツーアウトランナー3塁1塁とチャンス広げました。ここも積極的なバッティングでした。遅いボールが合うのかな、そのように見えますか。最初から狙ってるんですかね、うん、1打席目もそうですよね。なるほど、吉川尚輝ようやくヒットが出ました。昨日は3打数ノーヒット、今日の第1打席もファーストゴロだったんですが、このイースタンリーグ2戦目にしてようやく待望の初ヒットがこの吉川尚輝に生まれています。ボールもベンチに戻ってきましたね。あ、そうですか。矢が3塁に到達しています。ワンアウトランナー3塁です。さあ絶好のチャンスで打順が回ってきました。先ほど、まあ、初ヒットを放ちました吉川尚輝です。この第3打席がどんなバッティングを見せるのかというのはまた楽しみですね。今年ドラフト1位でジャイアンツに入団しました。上半身のコンディション不良もありまして3軍での調整ということになっていたんですが、このイースタンリーグ昨日の開幕戦にも出場、今日もここまで出場してきています。左バッターとしてこの場面内野陣が前進してくる中でその間を割っていけるかどうかというバッティング、インコース手を出しましたがこれはファウルボールです。まあ、本職はショートですが、まあ、ジャイアンツのショートはまあ坂本勇人という存在がいます。まあ、そういった中でこのプロに入ってからセカンドの守備にもまあ挑戦をしているこのルーキーです。さあヤクルト前進守備、まあ、出場機会を求めて、まあ、そのセカンドでのまあ争いに参加している吉川でもあります。まあ、といってもセカンドはまあクルーズ、片岡、まあ、そして立岡もまあ今年からセカンドに挑戦しているという状況ですので、そちらも非常に熾烈な争いでもあります。低めのボール、スリーボールワンストライク、今のが100球目という先発の杉浦です。
まあ、少し先ほどの回から、まあ、そうですがボール先行というのが、まあ、目立つようになりました。打ち返してこれはセカンドの正面、ただボールを弾いています。ただ一塁送りますがセーフです。セカンドの奥村ボールを弾いて一塁へ送りましたが、これは吉川の足が勝りました。今のはセカンドのエラーが記録されています。うん、顔がボール取るときにね、顔がもうサード見ちゃってましたもんね。まあ、前進守備で、まあ、速い打球が今も飛んできたでしょうから、さあ、はい、フォークボールをつなぐ意識で打ちましたと、チャンスを広げられてよかったですという初ヒットのコメントです。そうですか、まあ、あの吉川のヒットで、まあ、チャンス広がって、ね、田中隆也のタイムリーにつながりましたからね。さあ今度はピッチャーが変わって、まあ、どんなバッティングを見せていくかという吉川です。一塁ランナーは藤村に変わっています。外のボール見送ってワンボールワンストライクです。ファンからも大きな期待をかけられているこのドラフト1位ルーキー。外のボール見ています。先ほど篠塚さんのお話にもありました、その1、2塁間をこ うまく狙ってヒットで抜けていけるかどうかというところ、まあ、そうなれば一塁ランナー俊足の藤村ですから、またこう三塁一塁というチャンスも、もうフォアストラップも出てますからね。あ、なるほどなるほど、うん、点差が点差なんで、なるほど、うん、まあ、僕はもう普通のバッティングしてもいいと思いますね、自分のね。逆方向へのバッティングになりました。昨日もこの大きなレフトフライというのがありましたが、切れてファウルボールです。一塁ランナーは、まあ、今年この吉川が背負っている背番号0をつけていた藤村でもあります。山本さん、はい、斉藤二軍監督が話していたんですけれども、はい、昨日のその開幕戦でのこの同じく左方向逆方向への打球、吉川はこの方向の打球が非常によく伸びるという印象を持ったようです。あ、そうですか、まあ、昨日のそのレフトフライでも、まあ、レフトが、まあ、少しこう慌てて下がるという場面がありました。さあ藤村がスタートを切っていますが、バットを出してファウルです。一塁ランナーの藤村は今吉川がつけている背番号0を去年までつけていました。まあ、そういった意味で その藤村もその悔しさというところはあると思うんですが、それは当然でしょうね。さあもう一度スタートを切っている吉川も打ち返しますが、センターフライになりました。藤村が一塁へ戻ります。まあ、今年は背番号57と